FeliCa。FeliCaとは、北陸鉄道グループが運行するバス、鉄道で利用されている、非接触型 IC カード方式による乗車カードの名称である。日本海側では、初導入の IC 式乗車カードである。技術自体はソニーが開発したFeliCaを採用している。名称は、一般公募によって集められた642件の中から利用客に愛されたいという意を込めて、また IC カードをそのまま表しシンプルで覚えやすく親しみやすいと選ばれた北陸鉄道の登録商標である。カードはいずれも取扱窓口でのみ購入することができる。バス車内では販売していない。初回販売額は2000円、カードデポジット500円、および利用残額1500円に、プレミア 10% 分150円が付与されるで、残額がなくなったら、カードに積み増しし、1枚のカードを繰り返し利用することが可能である。初回販売額や1枚のカードを繰り返し、利用可能という点では、一般カードと同じであるが、贈答用途を含んでいるため、という点で、一般カードと異なる。プリペイドタイプ、定期券タイプともに利用が可能。車体外部の乗車口近くにFeliCaを使用することが可能であることを示すステッカーが貼ってあるバスで利用可能。定期券タイプのみが利用可能。石川線、浅野川線ともに下記の終着駅のみにリーダーライターが設置されている。上記4駅以外で乗降する場合は、駅係員に経路、氏名などの印字面を提示しなければならない。希望する利用客は取扱窓口で会員登録をすることができ、カードに氏名が印字される。カード新規購入時に限らず未登録の既存カードでも登録でき、登録したカードは紛失時の再発行が可能となる。登録手続きは、住所、氏名、生年月日、電話番号、性別、学生は、学校名などを所定の申し込み用紙に記入の上、未登録既存カードの場合は、当該カードもともに取扱窓口に提出すればよい。利用者を限定する条件で発行する夏季カードの場合は、会員登録が必要となる。新規に購入するとき、また追加入金、積み増し時に一律 10% のプレミアがつく。紙製のバス回数乗車券を代替したため、運賃割引制度を継承している。紙製のバス回数乗車券は、車内でも購入可能だったため、車内でのプリペイド追加入金を可能としている。観光客などの短期小回数利用を想定して、11枚綴りの紙製回数券については引き続き販売している。30分以内のバス乗り継ぎで、乗り継ぎ割引、30円が適用される。30分以内の往復利用を想定しているほか、停留所を移動しての乗り継ぎ、降車停留所と再乗車停留所が不一致でも適用れる。紙製回数乗車券では実現不可能であった割引制度である。小松空港特急バスとの間でも適用されるが、金沢フラット、バスや兼六園シャトル、及び特別運賃区間、武蔵が、辻、高林坊間の100円区間などがどちらかに含まれる場合は乗り継いだバスに、乗り継ぎ割引が適用されない。金沢市の中心市街地活性化や公共交通機関の利用促進などを目的として2007年2月1日から開始された。2007年1月31日以前に購入したFeliCaはエコポイントに対応していない。そのため、いずれかの方法でエコポイント対応カードに更新できる。バス車内FeliCaの入金。積み増しを係員が行っている窓口、自動積み増し機、ポイント端末設置場所で確認することができる。100ポイント以上になると、FeliCaへの入金、積み増し時や定期券継続購入時に、自動的に100ポイント単位で1ポイント=1円として、積み増しに変換される。なお、これについては、バス車内や自動積み増し機でも対応している。2015年3月14日、西日本 JR バス、金沢エリアの一般路線において IC カード、PiTaPaが導入された。同時に全国相互利用サービス対応カードも利用可能。同日に北陸新幹線金沢駅への延伸開業に伴う利便性向上を目的としている。2015年3月26日よりあいの風と山鉄道の一部、富山エリアで利用を開始し、2017年4月15日には JR 西日本、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道の3社にまたがった石川、富山エリに利用範囲が拡大された全国相互利用サービス対応。しかしながら、現状北陸鉄道の IC カードである FeliCa については、相互利用や型利用の予定はなく、現在 FeliCa を西日本 JR バス、金沢エリア一般路線バスで利用することはできず、またFeliCa を JR 西日本や IR 石川鉄道で利用することはできない、その逆も同様。名鉄グループの傘下事業者のうち、名古屋鉄道が導入するまなこや全国相互利用サービスに対応せず他の IC カードを導入している例は、北陸鉄道の他に岐阜バス、赤が存在する。いずれもまなこより早く開始しているため統一が難しい。なお、名鉄グループの一社でFeliCaを導入している宮城交通は、2016年3月26日に、型利用、FeliCa仙台エリアのみ、交通相互利用まなこや全国相互利用サービスに対応開始した。また、2015年7月に国土交通省はFeliCaを含む地域独自カードエリアにおいてまなこや全国相互利用サービスに対応する新変利用システムの開発、支援を行うことを検討していると発表している。2018年2月23日から金沢駅西口バス待合室に、設置の小松空港リムジンバス自動券売機2機のみ、全国交通系 IC カードに対応した。乗車券購入、残額確認のみ。FeliCa、FeliCaでの購入は不可。カードリーダーのマークはまなこ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。